はい、皆さんこんにちは、ビレジの柿谷です。ご無沙汰しております。本日はですね、この以前販売しましたこのビーレジェンドマスク、あ、こっちかこっちのこのビーレジェンドマスクの収益をね、地元のね、大和高田市に寄付するということで、じゃじゃんと持ってまいりました。で、これからですね、地元大和高田の市長とですね、面会することになっていて、で、この寄付金をね、ちょっと地元の大和高田市に寄付して、そしてその地元の病院、高田市立の高田市立の病院があるんですけれども、その病院の方に寄付させていただいて、で、それをね、今コロナで皆さん大変な思いしてらっしゃると思うんですけれども、それで使っていただくということで、市長にですね、これをね、届けたいと思います。おはようございます。それではちょっとお時間となりました。ただいまから寄付金の贈呈式を始めさせていただきます。本日でございます株式会社リアルスタイル様が、このコロナ禍の中、本市への支援、特に医療従事者、医療機関への支援にという思いから、チャリティーとして、国境マスクの販売をされました。まずはその、制度に関わって、たばり、繊維加工の岡本様にも本日お越しいただいております。ありがとうございます。本日はその収益金を含んで、さらに給付金を大和高田市立病院の方に贈呈をするということで、お二人、会議谷武社長様と岡本様にもご出席していただいております。ありがとうございます。それでは早速、会議谷様より市長の方に目録をお渡ししていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。マスクを作って、その収益を医療従事者に寄付していただけることで、本当にありがとうございます。またいつもからリアルサイズさんにはふるさとの納税の返礼品や、直接納税をしていただいて、本当にいい高田市にいつも協力していただいて、本当にありがとうございます。で、田丸繊維さんにこのマスク、私も実際買った時から、私のパソコンは B レジェンドの宣伝意識にすごい良くなと。でもこれは本当にいいマスクで、こう空間ができて喋りやすくて、いいことの匂いがね、して本当に使いやすくて、いいものを作っていただいて本当にありがとうございます。こういったことで本当に医療従事者本当に大変、このコロナで大変で、もう未知の今までない、ウイルスということで、医療の方はもう大変、本当に苦しんで、もう直接、そういう患者に会ってるということでね、本当にもう大変な思いをしながら毎日毎日頑張ってもらっております。そういうことで、皆さんのおかげでまだ高田は医療崩壊にならずにやっておりますので、そういうところに、本当にこうやって応援していただけるのは本当にありがたいことで、また、当事者の皆さんの医療の方も多分心強くまた嬉しく思っております。まだこういうことで、まだ今後ともぜひともまだよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。以上をきまして、リアルスタイル様からの寄付金の贈呈式をお話していただきます。この後しばらくご判断いただけたらと思います。時間の許す限りよろしくお願いします。もう本当に社長とは20年以上の付き合い。そうです ね僕大学生の頃からなんで、そうですね、付き合いで本当にこういう悪い学校ちょうどこうやってサティの横でライブで作ってもらったところぐらいまたまたね、ほんまにこうやって会えるというか、関わりながら一緒にね、やれるのはありがたいことで、本当になんていうか、不思議な感じがするけど、そうやって高田のために俺の社長いつも頑張ってもらってるんで、いつも後輩ながら私が甘えてばっかりまだこれからも多分後輩に甘えると思いますけどまだいろいろよろしくお願いします。ありがとうございます。
かりたいと思いますけど、小川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日はどうも、ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。